チャンネルママチャリのママチャリです。よろしくお願いします。夢を叶えたい人ってことで、好きな食べ物って何ですか？食べ物ですか？それは一体？飴です。それは何ですか？飴です。その飴、一日何個ぐらい食べるんですか？これ、はい、一日か。朝昼晩でしょ。合計12個くらいですかね。多分みんな知らないと思うんですけど、これ結構美味しいんですよ。これどこで売ってるかな。山田電機に仕込めてないかもしれないです。まあ美味しいので食べてみてください。本題ですけど、はい、夢って何ですか？夢、強いて言うならば YouTuber ですかね。どうしてその夢を持つようになったんですか？最近、住人ニキさんってわかりますか？あの人すごいなと思って、まあ、何に対しても才能にあふれてるっていうか、まあ、料理もできるし、足も速いし、なんかジャンプ力すごいし。俺ね、俺つむきん、うん、まあそういうところですかね。どういうところに憧れるんですか？ああ、ヒゲです。 YouTuber に必要なものって何ですか？ああ、それね、いろいろ考えたんだけど、やっぱり一番はトランシーバーですかね。だと思います。じゃあ叶えるために買いに行きましょう。はい、俺ね、俺つむきん